うーん、難しい話だな。ビデオ再生しますか。ウェポンとは？ウェポンとは？ウェポン。では、イファルナさん、ウェポンという名のものの存在について語っていただけますか？はい、博士。髪の毛ファッサーなってて綺麗やな。博士がセトラだと誤解したもの、ジェンドバと名付けたものこそが空から来た、厄災合ってる？厄災なのかな？その空から来た厄災を滅ぼすことを星が意識し始めました。てか、ジェノバ、ほほ、ジェノバが存在する限り、星が自身の力で傷を完全に治すことができないからなのです。あれ、ジェノバってセトラとかそういうものじゃなくて、また別のものなんや、扱い的には。では、ウェポンとは星の意志が生み出した兵器ということですか？ええ、でも、実際にウェポンが使われた歴史がないのです。少数の生き残ったセトラたちがジェノバに打ち勝ち、そして封印したのです。星はウェポンを生み出しました。しかし、使う必要がなくなったのです。もうこの星にウェポンは存在しないのですか？ウェポンが消えることはありません。この星のどこかで眠っているのです。ジェノバを封印したと言っても、いつ蘇るとも限りません。星の傷は完全に治ってはいないです。星はまだジェノバを警戒しています。ウェポンが眠っている場所はどこなのですか？私にはわかりません。星の声はもうあまり聞こえないのです。時代は変わりました。星はきっと様子を見ているのだと思います。どうした？大丈夫？ありがとう、イファルナさん。今日はこれくらいで。ほにゃー。そっか、場所わかんないのか。プライベート。そう。ありゃ。生後10日目、生後20日目、10日目。博士、いえ、あなた、何をしているの？あ、ビデオを撮ろうと思ってたんですよ。でも、なんだかビデオの調子が悪くて。何を撮るの？まだ話してないことがあったかしら。いえ、そんなことはないですよ。かわいい我が子を撮るんですよ。この眠っている顔がまたとっても可愛いんです。もうそれならビデオよりも先にこの子の名前を決めなくちゃ。私はもう決めています。女の子だから、エアリス、これしかありません。あ、エアリスのママとパパなんだ。もう勝手な人ね。でもエアリスっていい名前ね。ふふ。あなたの硬い頭で考えたにしては上出来じゃないかしら。でしょ？あ、ビデオの添付が。そうか、ここ、お家なんだ。なるほどね。もう一個見たいな。あなた、またビデオ？この前撮ったばかりじゃないの。そう言わないでくださいよ。もう趣味だよね、こういうのってね。私と あなたのとっても可愛い娘なんですよ。彼女がすくすくと育っていく姿を残しておきたいと思いませんか？そんなに可愛がってばかりじゃ強い子に育たないかもしれない。めちゃめちゃ強い子に育ちましたよ。はい、育ちました。エアリスは普通の子と違うんだから、これからどんな人生を待っているか。そんなことを言っちゃダメです。私があなたとエアリスをどんなことをしてでも守ります。あなたとエアリスは私の宝なんです。何があっても話しません。あなた、私、今とっても幸せよ。あなたに出会わなければ私、はーい。
もう、一体誰なんですか？いいところで。どうした？どうした？ 今の顔は何？我が家のくつろぎの時間に全く。くすくす。そうね。はーい。今すぐ。誰かしらね。あなたたちは？わーお。探しましたよ。イファルナ。いや、セトラ。それから、お久しぶりですね。ガスト博士。あ、この人ガスト博士。おーりゃー。北条くん、どうしてここが？いやー、骨折りました。あなたたちがここにいることぐらい、とうに分かってたんですよ。でもね、2年間待ちました。私は新しいサンプルが欲しかったんですよ。サンプル言うな、サンプルって人を。新しいサンプルを。まさかエアリスを。おー、エアリスちゃんですが、いい名前だ。私は死んだと手を切ったのだ。北条くん帰ってくれたまえ。お願い、エアリスは関係ないわ。私さえいればいいんでしょ？私の実験にはあなたたちみんなが必要なんですよ。ガスト博士、分かってくれますよね？この星の運命を変えることができるんですよ。大丈夫だ。イファルナ、私はこんな奴らに負けない。無駄な抵抗はしないでくださいよ。大事なサンプルに傷をつけたくないのですからね。ん？おかしいな。カメラがあるな。おい、壊したまえ。いやー！丁寧に運ぶんだぞ。何をするんだ、博士。イファルナ、エアリスを連れて逃げるんだ。ガスト博士！まあいい、子供を忘れるんじゃないぞ。ほう。ビデオか。古代種？ウェポン？宝の山だな。ありがとう、博士。超性格悪い北条の写真あるやん。カットが見られてしまったやん。ちょっと嬉しくないで。あ、ここ入れる。あれ？なんかピカピカひ、ピカピカー光ってるのがある。よいしょ、降りれた。何？これ何？取られへんのかい？ここ行かれへんで？なん、どういうこと？あ、こっちから行けるか。メタルターボ。ターボをゲットした。え、あのピカピカ光ってるの気になるんじゃが？これなんもないんか？これなんもないんか？なんもないんか？なんもないんか？やばい、なんかすごい、かわいそうやな。幸せな日が20日間で終わったとか、トラウマになるわ。そうか、それであれなんやね。あっちの駅まで逃げてきたね。そういうことか。そうか、ここ、お家やったんか、エアリスの。もうちょっとでお家に帰れたのにな、エアリスも。残念やな。すごい、とても残念やな。もしもし、喋らして。ダメダメ、この先は。すごい下り坂なんだ。危険だから入らないでくれ。それでも行く。親切にありがとう、親切にありがとう。いやいや、当然のことをしたまでさ。よし、暇だからスノーボードの乗り方を教えてやろう。頼もうかな、興味ない。じゃあ頼もうかな。ふぅ。方向機の上で止まった時に地面を蹴る。右方向、左方向ね。方向機、下でブレーキ。四角でもブレーキ。バツボタンでジャンプ。R1。R1。R1。エッジを効かせる。ほー。大丈夫だよ。ありがとう。ダメダメ！ダメなのか。それでも行く。なんだよ、人が丁寧に。なんだ、向こうの奴らはやばそうだぜ。ふぅ！ソンさんたちの仲間じゃね？あ、イリーダや。いたぞ！あ、ちょちょちょ。いたわ、急いで。ごめん、いたぞじゃなかったな。はい！
めんどくせえの来たね。こんなとこまで来たの。ツオンさんはどうしたん？クラウド。ここから先は進ませないわよ。めんどくせえ。この先に何があるんだ？秘密。そんなことはどうでもいいの。私も、よくも私のボスをやってくれたわね。私がやったんじゃないよ。やったのは、なんだっけ。セフィロスだよ。ボス、ツオのことか？あれは俺たちじゃない。セフィロスがやったんだ。いいえ、騙されるもんですか。嘘なんかついてない。セフィロスなんだ。いくらしらを切っても無駄よ。絶対に許さない。まあ、いったな。口で言っても無駄なんだったら、体に聞いてもらおうじゃないの。私たちがこいつを。いえ、私一人で十分よ。私のパンチを避けられるはずがないわ。ええ。パンチをかわせ。上の方向機。で。なぜ、わざと避けなかった？いや、避けたつもりやってんけどね。避けられへんかったわ。どうせ、あの、大氷河。当てる？を超えられるはずがないわ。どこかの家に放り込んでおいて。あはは、エアリスのうち。おはよう。痛かった。避けたつもりやったんやけどな。避けられへんかったね。なんか喋ってるよ。何喋ってんの？んきゃー、楽しちょう。あのおじさんたち誰？見えへんでいいよ。関わらんでいいと思うよ。めんどくさいから、あいつら。行かれへんやな、行けよ、国。くそ。わあ、めんどくさ。この村はしばらく閉鎖だ。素直に従う。こいつぶっ飛ばす？ぶっ飛ばそう。やめるんだ、この子たちがいるだろう。はい、子供たちがいるんです。もう、お前には関係ないが、ここから先、北で何か始まるらしいんだ。本社から社長もいらっしゃる。混乱を避けるためだ。我慢してくれんか。しゃあねえな。よいしょ、こっちは？悪く思うな。これも仕事なんだ。なあなあ、血糖値知らん？血糖値の中身のやつ知らん？あいつも死んだやろ？中身のやつ知らんけ？誰かの家おんのかな？おらんな。あ、おらんやん。兄ちゃんらおらんなってんじゃん。帰ったんか。誰もおらんね。喋られへん、あれかな？キャラクターかな？大体みんなの家行ったぞ。このおっちゃんと喋れんのかな。あ、行けた。この村に引っ越してきて、いきなり黒マントの男が北に向かうのを見たんだ。なんだか白い雪の中で黒マントが動くのを不気味だったな。まあね。あ、起きた。スノーボードで遊んでたら、怪我をしちゃってしばらく外へ出られないんだ。お兄ちゃん、スノーボードあげるよ。やった。嬉しい。もらった。キーアイテム、スノーボードゲット。やったぜ。もらってくね、おばちゃん。私にも教えてよ。教えてよね、お願いよ。
いや、そんなスノーボード上手くないから。私、この葉滑りしかできへんから。シャーシャーシャーってできる。この葉滑りしかできへんから。なんならソリの方が楽しいと思うよ。